こんにちは。今日の台湾留学レポートでは、私が大学内でよく出会う動物たちについて紹介したいと思います。まず、私が一番多く出会うなって思った動物といえば、リスなんです。日本のリスは結構茶色だったりすると思うんですけれども、台湾のリスはこのように茶色ではなくて黒のリスしか見たことがないです。教室と教室をその移動しようとした時に、たまに視界にすごい黒いものが動いたりしてるんですね。で、ちらって見るとリスが木に登っている最中だったりと、ちょっと驚くこともあります。そしてですね、台湾大学には鳥も多くいるんですけれども、その中で一番多く見る鳥といえばこの鳥になります。日本語ではちょっとわからなかったので、さっき調べたので、ちょっと合ってるかどうかわからないんですけれども、ズグロミゾコイという鳥の名前です。中国語ではこのように大きいっていう字にクザヘンに鳥、クザヘンに本、そして鳥って書くんですけれども、日本語に直訳すると大バカ鳥となります。大バカ鳥ってなんでそんな名前がついたんだろうと皆さん気になりませんか？私もこの大バカ鳥ってなんでそんな名前ついたんだろうと気になって友人に聞いたことがあるんですけれど、その時友人は、普通の鳥は人間が近づくとすぐに飛んでいってしまうけれど、この鳥は人間が近づいても全然動かないからなんだよと教えてもらいました。この鳥も夜ちょっとキャンパスを歩いている時などずっと止まっているので、なんか止まっているのに急にちょっと動いたりするんですね。首がちょっと動いたりとか、その時はもう本当に驚くので、この鳥は夜歩く時はちょっと注意が必要かなって思いました。そしてですね、台湾大学生なら誰もが見たことのある有名な犬がいます。この茶色い犬がシャオグアイ、黒い犬がメイマオって言うんですけれども、このように専用のインスタグラムも設立されています。今回はちょっといい写真がなかったので、専用のインスタグラムからお写真をお借りしました。そして LINE スタンプもあるほどなんです。また今日、これは今日ではないんですけれども、生徒たちの注目の的になったこのようにスクーターに乗る犬も見かけました。私がちょうど学校の授業が終わって帰ろうとした時に、生徒たちが携帯を持ちながらすごい団体で移動してたんですね。で、何だろうってちらって見たら、このように後ろ足で綺麗にスクーターを蹴って移動している犬たちをみんな写真を撮っていました。授業は疲れるので、このように可愛らしい犬を見ると癒されますね。本日はここまでになります。今日もありがとうございました。